次に浜地正和君を会長ご指名ありがとうございます公明党の浜地正和でございます私からは先週複数の委員の先生方から言及がございました憲法裁判所について私の意見を申し述べたいと思っております先週の視察報告ではリトアニアでは憲法裁判所が憲法保障機能として憲法の安定性に寄与しているとそのように視察団の皆様方が伺ったと ご発言がございましたまたドイツのメラース教授から、えー、憲法裁判所に対する強い信頼が伺われるとの発言があったこともご紹介をいただきまして大変参考になりました、まあ、欧州各国では憲法裁判所が憲法保障機能として定着しているということを実感をいたしました、まあ、一方でエストニアには憲法裁判所はなく最高裁の中の 憲法審査部が特定の事件を契機とせずに、一般的な憲法判断をするとのご紹介もいただきました。まあ、当然でございますけれども、意見審査制の在り方も、まあ、国の成り立ちや伝統によって、えー、異なることも改めて認識したところでございます。翻、まあ、って我が国においては、もうご承知のとおり、日本国憲法が採用する付随的意見審査制に加えまして、司法消極主義、 ますなわち裁判所が立法府の決定を過度に尊重し、違憲性が明白でない限り、違憲判断を行わないという態度が基本原理となっておりますけれども、やはりより国民の人権保障を強化、ならしめるために、憲法裁判所の創設も一向に値するものと思います。しかし、憲法裁判所の創設を検討する際には、ご案内のとおり、さまざまな論点がございます。 その代表的なものは、裁判の政治家、まあ、つまり国会での清掃が裁判処理持ち込まれるのではないかというのが、その代表例でございます。これは司法権の独立との関係でも大変難しい問題があると思っています。また、先ほどございましたが、人材の確保についても検討が必要です。まあ、周知のとおり、日本の最高裁は、民事、刑事の上告審としての機能が大部分であり、 最高裁判事の多くは職業裁判官であります。これに対して、憲法裁判所を創設するとすれば、この裁判官には法律的素養のみならず、対処・交渉から国家の在り方や育成を見据えて判断できる素養が求められるわけでございますが、そのような人材をいかにして確保するのかは大きな問題です。さららに先日の多くののの事事からもございましたが人事の中立性の 確保これも鍵でございます先ほど、震度筆頭幹事からご紹介ございましたが、ドイツでは連邦議会と連邦裁判所が8名ずつ、かつ特別多数で裁判官を選出するなど、各国で工夫があるようです。他方、現在の我が国が取る付随的意見審査制を維持しつつ、その改善を図る方策も、 さまな方面から提案されておりますこの考えは非常に私個人としては参考になると思っております。例えば以前、当時の憲法調査会に参考,人参考人として出席されました、旗尻教授は、最高裁の中に憲法裁判を専門に扱う憲法部を創設するという案を提唱されましたこれは先般視察団からご紹介のありました。 エストニアのの最高裁の憲法審査部とと通ずるる面もあると思いますまた、党審査会に参考人として出席をされました笹田英二教授は、特別高裁を創設しまして、最高裁の上告審機能をこの特別高裁に委ね、最高裁は意見審査に集中するという案も提唱されております。また、さらにこの笹田教授は、付随的意見審査制の下で、 最高裁判所が、連邦政府からの諮問、紹介に対して、憲法解釈等を審理し、韓国的意見を出すという、これ、カナダの参考意見制度も検討の余地があると述べられました。私はこれらは現在の我が国の付随的審査制を前提に、司法消極主義を修正するものとして、まあ、さらに研究、検討すべき論点だと思っております。 まあただ、いずれにいたしましても、我が国の意見審査制につきましては、現状の認識やその改善策について、さまざまな立場がございます。まあ、改善策の一つとして提唱されております憲法裁判所や憲法審査部の設置については、多岐にわたる論点、検討すべき課題がございますので、これからもこれらの点について、皆様方とまあ議論を深めてまいりたいと、そのように思っております。以上でございます。ありがとうございました次に